当選レイブは日本の競争馬である。馬名の由来はカンムリ名フランス語で夢。主な勝ち倉は2012年のエプソームカップ。半姉に GI6 勝のブエナビスタ、全妹に GI1 勝のジョアドビーブルがいる。新馬戦デビューは2月12日の京都市は1800メートルの3歳新馬戦。直線で抜け出して最後首差を制して人気に応えた。 続く500万下のアルメリア賞は、新馬戦と同じく直線抜け出して2連勝を飾った。しかし、初重賞挑戦となった毎日坂は、レッドデイビスとの競り合いになったものの3着に敗れ、初めて土がついた。この後ダービートライアル、青馬賞に出走も3着に敗れて、優先出走権を取れず、連投で臨んだプリンシパルステークスは、 最後首さ差,差し切って3勝目を飾るとともに、東京優秀への優先出走権を獲得した。しかし、本番の日本ダービーでは不良馬場に悩まされて9着に敗れた。この後休養に入り、10月の東京のアイルランドトロフィーは人気に応えて4勝目を飾った。初戦のアメリカジョッキークラブカップは先行するも、不良馬場が応えて5着に敗れた。 2月の京都の落葉ステークスは、東証フリークを差し切って、オープン3勝目となったが、京都のマイラーズカップは直線伸びず8着に敗れた。そして、東京のエプソムカップは直線抜け出して、重賞初制覇を果たすとともに、史上初の5兄弟重賞制覇も達成した。この後休養に入り秋初戦となった毎日王冠は、直線伸びを書き11着に敗れた。 その後、11月のキャピタルステークスでは一番人気に押されるも3着に終わりこの年を終える。5歳に入ってからは制裁を書き、2013年から2014年は未勝利に終わる。7歳となった2015年2月の落葉ステークスでは3着と構想する。休養を挟み、7月の中京記念は12着と大敗する。 11月のアンドロメダステークスで3年5ヶ月ぶりの勝利を挙げると続く12月のディセンバーステークスも連勝した。連投で挑んだアリマ記念はゴールドアクターの6着に終わった。8歳以降は惨敗続きとなり2017年6月のエプソムカップ17着を最後に現役を引退した。引退後は北海道厚間町のエスティファームで当初乗馬となる。 予定だったが、2018年1月にタネボバ、登録された。当選例部号が、競争場登録抹消日本中央競馬会、2017年7月5日、閲覧。ありがとうございます。